次は Facebook、Twitter の話ですね。今ブログの話をしました。で先に次は Facebook、Twitter で不正収集方法ということをお話ししていきます。で先ほどからも言ってますけれども、最終的にアメブロに誘導してほしいんですが、アメブロっていうのは本当にあの成功曲線がめちゃくちゃ遅いんですよ。結構頑張って、まあ、早くてまあ3、4ヶ月経ってからやっとアクセス上がったりとか、それでもできない場合があります。なので、今ねあのブログは本当にこう育てていった方がいいんですけれども、とりあえずあの私もコンサルをいろいろな方はしてて、やっぱり最初にキャッシュを生まないと心が折れてしまいますので、最初に速攻でキャッシュを生む方法を今からお教えします。でそれが一番有効なのが Facebook と Twitter です。それはなぜかっていうと、すぐですねあの直接メッセージとかを送れるからなんですね。まあプッシュマーケティングですね。プッシュの方が強いからですね。まあ反対語がプルっていうんですけども、まあこっちが町ですね。これはこっちはアメブロです。町の媒体、こっちは攻めの媒体。まあこういうイメージですね。自分から行くことができる。だから一番理想はちゃんとアメブロをやりながらこっちで確実に集計をしていく。でこっちがあの読者さんとか、ファンとか友達が増えてきたら、その友達それで全然あの信用で収益が出てなかった人たちのつながり、友達だったりフォロワーっていうのを全部アメブロを流してアメブロで教育して問い合わせですねっていうような、まあこれベストです。ただ、まあ一旦今から喋ることは Facebook と Twitter ですので、一旦アメブロは忘れてもらって、Facebook と Twitter で、まあ、収益を上げる方法というのを話していきます。で Facebook と、Twitter ですね、ちょっと画面を使いますけども、例えば Facebook であれば、まあ、友達っていうのが一番あの簡単な概念ですけども、まあ、とりあえず、まあ、マックスですよ、まあ、理想は友達5000人目指してほしいです。で私は今4946人ですけども、最初、まあ、300とか100とかではなるってから始めると思うので、まずは1000目指してほしいです。で1000目指しつつ、まあ、投稿をしていくわけなんですけども、まあ、先ほどね私がいろいろ言ってたその食事してる写真とか、私はこういう感じの、まあ、割といいと思う。食べるの本当大好きなんで、食べて飲んでばっかりしかしてないんですけどでもたまにねこういうセミナーの写真とか載せるとメッセージとかに結構来るんですよ。あの何やってる方なんですかって来たりするわけです。であのセミナー行きたいんですけどって言ったりとか、一度ちょっとお話しさせていただけませんかって言った時に、もう何でも売れます。はっきり言って言ったらもう私に興味があるし、まあ、私の投稿とかねある程度見てるし、とあとは例えば僕、大島良平って書いてあるんで、大島良平で検索する人も結構いるんですよ。ここで一回メッセージのやつをすると。そうすると僕のブログが出てきますね。でブログに動画とかも載ってるし、ブログに僕の文章が載ってるんで、そこでファンになってもらって、まあ、LINE アット登録してもらったりとかして、でそこから制約につながるっていうパターンもいっぱいあります。なので、まあ、最終形態はそこです。ただ、一番最初はやってほしいのはすごい地味なことなんですけども、Facebook だと、友達申請ですね。僕もやってきました、ずっと。友達申請。申請。これ。コンビニです。あ、コンビニです。コンビニです。これ、やらしい方ね。はい、やらしい方です。
思わせ申請と、メッセージ、メッセージ送信、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 メッセージ送ります、メッセージ送信ですね、はい、思わせ申請、メッセージ送信をやってほしいです。これは、じゃあどれぐらい一日したいのかというのは、まあ、大体20人ぐらいですね。でまあ、これはめちゃくちゃ地味なんですけども、これを毎日やっていってほしいです。でまあ地味めな感じなので、まあ、実際どれぐらい地味かっていうと、まあ、これで大体友達になるのが10人ぐらいだったとして、月に300人ぐらい増えるっていう計算ですね。で月に300人だと1年で、4000人ぐらいですか。4000人ぐらいです。まあ1年で4000人増えるってことですね。頑張れば、1年頑張ってれば、まあこういう計算になります。4000人、フェーズ結構あって、1000人いくと結構いいねとかも一気に増えます。なぜか知らないですけどね。あの2000とか、なんかいいコロナところに行くと一気にいいねが増えたりするんで、その辺ちょっとまずは1000いってほしいですね。1000いったら、なんかいきなりなんかいいね40とか行くようになったしみたいな、こうなるんで、まずは1000頑張ってほしいです。3000ぐらいが結構ね、100、200とか行ってくるんで、3000ぐらいが結構楽しいです。で、なぜ友達を増やすのかっていうのは、今後ね、あのセミナーだったりとか、やっていったり、あとは自分の他のビジネスだったり、まあ、今回ね、これ藤原さんの紹介のビジネス ですけども、まあ、藤原さんのビジネスを紹介するセミナーをやっても実際いいわけですね。まあ、要は紹介するわけですから、だからまあ自分のね、あの実績を作って、ファンを集めてセミナーをして、で藤原さんのコースをバーって、例えばね、こうやって10人ぐらい集めて、一気に4人売れたら48万ですから、さっきの計算で言うとね。でそれで1日3時間で48万稼げるみたいな、そういうビジョンも Facebook は十分可能です。それはなぜかというと、友達を集めると最終的にグループとかって聞いたことあると思うんですけども、まあこれですね、グループじゃないな、イベントか、イベント、ちょっとどこになっちゃったか分かんないですけど、あのこうイベントに招待されたりとかしたことがあると思うんですね。みんななんかイベントでセミナーやりますみたいな、ああいうのができると、一気にいろんな人を招待することが可能になります。そうすると集客力が一気に格段に上がるし、そもそも Facebook っていうのは一応今例えばこれで言うといいね358とか400とかいくんですけど、400とかFacebook というのは400、大体ね10倍って言われてるんで、400人がいいねしてたら4000人ぐらいにリーチしてるっていうようなイメージなんですね、 Facebook っていうのは。なんか何かをこれ今後ねタイムラインで宣伝した瞬間に4000人ぐらい見るっていうイメージなんです。だから1回の投稿で4000人毎回見るって結構すごいじゃないですか。しかも同じ人とは限りませんよ。自分の友達の友達がいいねしてるかもしれないし、その友達の友達がいいんですよ。もうちょっとロジックはね、全然全く全部把握してるわけではないのでわからないですけども、大体10倍ぐらいの人にリーチされたりすると言われています。だから、まあこれね、紹介ビジネスでセミナーやったり、まあ普通にね、飲み会やってもいいですし、なんか旅行行こうぜって言ってもみんな来るでしょうし、そこで仲良くなって普通に何かを紹介するっていう運動でも全然使えます。なので、今、ね、描いたビジョンだったり最高級のものを思い浮かべながら、この地味なところをやってほしいっていうようなことで今お話しさせていただきました、はい。で、次ツイッターですね。次はツイッターです。ツイッターは、フォローっていうものがあります。フォローっていうもので、だいたい手動でやると1日400人ぐらいフォローできます。
ね、なんかツイッターなんかリツイートやら何やらいろいろあってよくわかんないですけど、まあ、とりあえずフォローだけで大丈夫です。まあ、ツイッターをね、こうやっていくと、まあ、こういう画面ですね。で、まあ、フォローとフォローはありますけども、まあ、ちょっと基本的な話をすると、まあ、フォローが自分からピッ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 って押した数。フォロワーっていうのは、自分をフォローしてくれる人の数ですね。まあ、これも、まあ、Facebook とは同じですけども、最終的には、ツイートしたら、もう何千人に見てもらえるっていう概念もあるんですけども、ツイッターはね、この400人に1日フォローできるっていうのはすごいことで、1日400人にリーチできるって結構やばいと思うんです。まあ、自分でビジネスやってらっしゃる方は結構よくわかると思うんですけども、1日400人にとりあえず接触することができる。そして、これがどれぐらい返ってくるかっていうのを僕の体験なんですが、400人1日フォローするとだいたい70人から120人ぐらい返しフォロー返しをしてきてくれます。フォロー返しっていうのはこっちの方ですね。フォロワーの方が増えます。で、僕が9000フォローしてますけども、この9000の多分これね、要は900人ぐらいかな、多分昨日とか900人、昨日一昨日ぐらい多分900人フォローしてるんですよ。で、返してきた人が溜まっていって8000人になってるっていうイメージです。なので、まあ、これの蓄積ですね。なので70人から120人の回フォロー返しで返ってくる。そうしたらこのフォロー返しをしてくれたっていう人はまずアクティブユーザー確定ですよね。あの Facebook とか Twitter でとりあえず登録して何もしない人いっぱいいるじゃないですか。なので、まず確定するのがアクティブユーザーですね。ここでフォロー返しをしてくれる、まあFacebook も同じです。概念としては自分で友達申請したいメッセージを送ったりして帰ってきた瞬間にもアクティブなわけですね。一応いつもいじっている人っていう ところで、アクティブユーザーが確定するわけです。で、この人たちにメッセージを送ってきます。 Twitter の場合はこの人たちにメッセージを送る。そうすると、まあ、ここちょっと間を取って90人ぐらいしますね。90人にメッセージを送ったとしたら、私の経験上、まあ、大体そうですね、まあ、10から20返信があるので、まあ、真ん中の15にしましょう。15人がメッセージ返ってきます。ということは1日に15人に、まあ、簡単に言うとセールスができるということですね。で、15人やったら、まあ、15人でなかなか制約はしないと思うんですけども、これが1ヶ月ってなると1日15人なんで、15×30 ですね。1ヶ月450人にセールスができるんです。これはね、結構すごいですよ。1ヶ月で450人セールスしたらそれは何人か制約するでしょっていう話なんですけど、これを、まあ、自分でセールスするんじゃなくて、この中でいい感じになって仲良くなった人を皆さんに紹介すればいいだけっていうのが今回の仕組みですから、450人にアクセスしてこれを紹介するんですね。別に自分でセールスする必要ないです。ちゃんとセールストークが上手い藤原さんが電話でちゃんとこう言ってくれますんで、これはこっち直すだけだけです。なので、やればいいのは、1日400人フォロワー帰ってきたらメッセージを送る、仲良くなって流す、ただこれだけですね。 Facebook も同じです。 Facebook も、アクセス、自分からアクセスしたり、まあ、向こうからね、Facebook も投稿すればするほど友達申請来るんで、相手から。そうすると自分で、まあ、この計算通りにもうちょっと増えます。ですから自分が投稿したり、すればするほどなんかわけわかんない人がなんか友達申請が来るんで、それで、まあ、全部認証して、で認証した人に対してはまたそうやってメッセージを送って、とりあえず、まあ、趣旨としてはこっちができることを全部やって反応があった人に対して仲良くなる、でそこからセールスするっていうのが全部 Twitter も Web、 Twitter も
Facebook も同じです。アメブロに関しては直接メッセージを送って会いましょうとか電話しましょうというと速攻なんか警告来ちゃうんで、アメブロはできません、そういうことは。だからアメブロはリスト取ったり LINE アットを登録させるしかないです。だからこれプッシュはできないから完全プルなんです。プル、マチ、マチだったらブログからしよう。ただこれめちゃくちゃいいメリットとしては、確かに地味かもしれませんが、友達フォローは確実に増えていくんですね。将来的に確実に増えていくんで、将来リーチできる数が多くなってます。で、将来リーチできる数、例えばこれ全然例えば戦略しなかったとしても、その資産として残りますので、友達の数とか、その今まで興味なかった、今までメッセージのやり取りすら繋がらなかったけど、とりあえず友達だったりとか、友達にとりあえずフォローして返してくれた人たちっていうのも、最終的にアメブロに流して、アメブロが結構いい技術来るようになったり、アメブロで結構ブランディングができていれば、アメブロもやってますって言ったら、こっちから、今まで興味なかった人はアメブロに流れてくる可能性があるんですね。アメブロに流れてくれば、そこで教育されて、リスト動画が取れるわけです。なので、仮にね、これ全部頑張ってやって何にも制約しなかったとしても、資産として必ず残りますので、必ずやってほしいですね。だからよくその Facebook でいい人集めましょうみたいなセミナーとコンサートありますけど、それをやりつつキャッシュも埋めるっていう方法です、どっちかというと。だからこれもやってキャッシュも埋めつつ、いいねとかも増えていく、どんどん友達もどんどん増えていく、増えてきますし、っていうような流れです。で、まあ、ちょっとね、計算の方に、移りたいと思いますけども、例えば友達申請の生徒が帰ってくるのが大体10人、月で300人、 Facebook が300人メッセージができて、 Twitter が450人、まあ、接触できると、まあ、最終的に仲良くなって、まあ、紹介できる、紹介するよみたいなメッセージまでいける人数ですね、これ月。月ですね、これ月。で、ここで私の一番直近 の, 自分のコンサルの生徒さんの事例をちょっと出しますけども、2ヶ月前に僕のコンサルを申し込みいただいて、でそこからいろいろ教えました。で、その人は2ヶ月で月収100万円を達成しました。その方法はこれです。めちゃくちゃなんていうんですかね、そのテクニカルなことは特にやってませんけども、ひたすらこれをただただ愚直にやって、で人数を増やして、これだけの人にメッセージを送って、で興味のある人たちに自分の商品を売る。ただそれだけをした結果、約2ヶ月か、もう正確に言うと1ヶ月と3週間ぐらいで、月収100万円達成しました。で、さっきもメール、昨日ちょうど、LINE が入ってたんですけど、また50万売れたって言ってたので、まあ、150万ですね、150万を達成しました。その方の例で言うと、まあ、その方はね、商品、僕はどっちかというとコンサルタントになりましょうっていうコンサルをしているので、その方のビジネスを作ってあげて、でその人に売る方法を教えてあげただけなんですけども、まあ、商品があって、リーチする人とかいて、で、まあ、セールスですね、一番最初にも話しましたけど、それの、まあ、最終的に紹介をするって、まあ、今回は、ね、最終的に紹介をするというゴールです。でやってることは同じです。自分の商品を売るのか他人の商品を売るのか、まあ、そもそもビジネスって自分の商品か他人の商品かどっちかを売ることで成り立っているので、今回は他人の商品を売るということです。でその人は、要は5人制約したわけですね、1ヶ月で。割り振りで言うと30万、20万、50万、これを売りました。と、はいうことは、まあ5人ですね、5人。で、今回、1人紹介したら12万円ですよね。12万円なので、12万円かける5ですから、60万、はい。逆に、その人まだアメブロやってないです。アメブロにまだ手をつけてないんですけど、本当は Facebook をついただけです。
Facebook と Twitter の地味なことをただひたすらやっただけです。で、確率で言うとまあ700人、750人にリーチして、5人制約ですから、パーセンテージで言うと、ちょっと頭いい方いらっしゃいます。計算できます。750の5人、何割、何パーセントぐらいですか？